ドカン。鹿児島ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールームのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動応援メッセージお待ちしています。さあ、レジェンドマッチの話題がね、結構来てるんですが、後ほどフリーゾーンでたっぷりご紹介しようかなと思いますので、この時間は試合の話しようかな。鹿児島ユナイテッド FC は前節ホームゲーム、ロアッソ熊本との対戦でした。4対1で快勝いたしました。やったね。5試合ぶりの得点ですよ。そして久しぶりの勝利、嬉しかったですね。ホームゲーム前のレジェンドマッチでとってもいいスタジアムの雰囲気を作ってもらい、そのいい流れを持って鹿児島らしい戦いを見せてくれました。まずは前半12分ですね、中原選手のクロスに合わせたのが牛野浜選手もずっと欲しかったゴール。このゴールで完全に流れはユナイテッドでしたね。これがユナイテッドだよねっていう、そんな勢いを見せてくれた、そんな得点だし、そして流れを変えてくれた牛野浜選手のゴールでしたよね。その後も米澤選手、園田選手がゴールを決めてくれまして、ラスト鹿児島のリアルレジェンド水本克成選手がですね、途中出場だったんですが、ファーストタッチでのゴール、感動しました。 LINE でいただいてます。ラジオネーム勝美さん、サポーター部背番号12番。今日のインタビューは水本選手ですね。交代直後のセットプレーで4点目を決めたミスターユナイテッド。そうだね、もうね、ミスターユナイテッドと言われるようになりました。リアルレジェンドがレジェンドマッチの後にこれ4点目決めちゃうってかっこよすぎましたよね。感動いたしました。さあ、それではそのリアルレジェンド水本克成選手のインタビューです。どうぞ。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム、L4 鹿児島です。今日はこの方とお電話がつながっています。では自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッド FC 背番号23番、水本克成です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。来ました、レジェンドが来ましたよ。どこが？どこが？くれました、スポーツプラスに。ありがとうございます。いやー、しかしながら前節、はい、レジェンドマッチがあった後、はい、水本選手が今最高なんですよ、チームの。そうですね、その水本選手が最後の最後決めるという劇的なホームゲームになりましたね。そうですね、まあ本当に、まあ、勝てたことが良かったかなと思いますけど、うんうんうん、本当そうですね、はい。しかも4対1でロアッソ熊本に快勝となったんですが、はい、これなんで急にこんな鹿児島らしさを取り戻したんですか？なんでしょうね。まあ、なんかすごいやっぱホームゲームだったし、やっぱその、なんかお客さんの、その熱量とかもあったし、はい、やっぱその全一丸となって戦えてたかなというふうに思いますね、選手だけじゃなくて。あ、なんか一体感ありましたよね。ありましたね。なんかね、あ、なんかそのレジェンドマッチから来てくださったお客様もすごく多くて。そうなんですね。すっごい良かったんですよ。だから、まあ、残念ながらあんま見れなかったんで、ね、僕たち。そっかそっか、やっぱり試合の前だったから。そうっすね、見たかったでしょう。いや、全部見たかった、俺は。全員知ってるからな。そうですよね。一番水本選手がね、今の選手の中ではね。見たかったっすね。ねえ。いや、前半は結構ガチで、レジェンドの皆さんもやってて、後半はもうお笑いでしたね。そうなるよね。そうなるよね。そうなるよね。あのメンバーだもんね。うん、でもその雰囲気のまま、なんかその、ロアッソ戦、いい形で、入れたのかなっていう印象あって、まあそうですね。どうですか？良かったですね。いや、本当良かったですよ。入りから、入りからすごく良かった。良かったですね。何が違うんだろう？何が違うってさ、わかんないですけど、俺は正直。はい。まあでも、やっぱその3連敗してて。はい。
やっぱもう崖っぷちじゃないですか、うん、実際問題で。やっぱそこでもう負けたら終わるっていうところで、やっぱ選手のメンタリティがすごく、みんな絶対勝つんだっていう思いが、まあ、ピッチで現れてたのかなというふうには思いますけど。確かにそうですよね、うん、なんか本当にここではもう絶対負けちゃいけないっていう気迫が選手から感じられました、うん、そうですね、まあ、本当その前がね、やっぱなかなかチャンスは作ってるけど点に結びつかないっていうゲームが多かったんで、うん、やっぱそういうフラストレーションとかが溜まってたと思うんですよ、やっぱ。ですよね、選手も。はい、だからやっぱなんかね、やっぱ一個きっかけがあれば、ああいう風にやっぱこう選手も自信を持ってね、うん、プレーできるでしょうし。確かに、うん、そうですね。まずそれがいい形でこのロアス戦は出たのかなというふうに思います。1点目のきっかけになった牛の浜選手のゴールも素晴らしかったですね。まあその前の作りがやっぱ素晴らしかったですね。あ、そうですか、うん、どんなところですか。やっぱ縦に速いボールが 2,3 本入って、相手がもう守備に準備する前に早めのクロスを入れて、そこにタクが飛び込んでいく、はい、まあすごくナイスゴールでしたよ、あれは。素晴らしい。そっか、作りから素晴らしかったんだ。うん、いや素晴らしかったですね。なるほどね。そこからもうなんか鹿児島らしさという、本当にあ、これが鹿児島だよなっていう禁断の戦いだったなと思うんですけど、米川選手が入れたりとか、うん、最後の最後ね、あれファーストタッチですか。そうだよ、すごくびっくりするよ俺も。すごくない、嘘だろうと思った自分でも。やっぱりファーストタッチだったんですね。ファーストタッチで決めました。見事に。ドキドキしたけど。ドキドキした。でもドキドキした。来ると思いました、そこに。いや、なんかその結構空いてたから、前のスペースが。うん、で、2役置いてくれば、うん、いけるっしょみたいな。なるほど。自分の中で思ってて、うん、まさにそこにボールが、まあまあ、カヤのボールでしたけど。はい、ナイスボール来たんで、まあ、本当当てるだけでしょ。いや、ドンピシャ。まさに、うん、まあ、もうみんなのおかげですよ、そんな。ちょっと泣きそうでしたもん、本当に。水本選手がここで決めると思って。確かにね、うん、すごいとこで決めたね。いや本当にレジェンドマッチからの、あれまだレジェンドマッチだっけみたいな。いやいや、引退してる。いや、引退してる、引退してる。まだまだしないで。ね、本当素晴らしい感動を本当にこの日はもらったなという感じがして、今雰囲気どうですか。勝ったことでまたいい感じになってますか。まあそうですね、まあチーム全体としてはやっぱいい雰囲気にはなってきてますけど、やっぱそのでも熊本に勝ってやっぱ安心して次負けたりとかしたらもう本当何の意味もなくなっちゃうんで、だからそこはもうしっかりとやっぱり締めるとか締めていかないといけないのかなというふうに思います、うん、そうですね、はい、確かにそうだ。そしてその締めるという意味では次はまたアウェーになるということで、ね、また雰囲気も全然変わってくるかなと思うんですが、うん、11月15日日曜日13時キックオフになりますアスルクラロ沼津戦、どんな戦いしたいですか。やっぱもう残りも少なくなってきて、昇格っていう目標を掲げる中で、絶対どの試合もね、やっぱ厳しい戦いになるだろうし、でも絶対勝たなきゃいけないっていう状況で、やっぱそのプレッシャーもあるから、やっぱりね、あのスタメンで出る選手にやっぱこう自分のベストを尽くしてもらうために、やっぱサブの選手とか、まあ、試合に出れない選手が、まあ、いい声かけをして、はい、いく、やって、まあ、チーム一丸となってね、やっていかなければ、まあ、そのなかなか、ね、簡単には勝てないと思うんで、うん、まあ、出てる選手だけじゃなくて、そういう周りの、まあ、出てない選手、サブの選手がやっぱりこう盛り上げていくのも必要なのかなというふうに思います。そうですね、本当それが一体となってみんなで戦うってことですもんね。そうですね、だからそれが、まあ、熊本戦はやっぱできてたからこそ、うん、まあ、ああいう試合になったのかなというふうに思います。あの11月15日のこのアウェー戦ですが、鹿児島ではパブリックビューイングを行うことになっていて、
ヨカド鹿児島の大きな画面があるんですけど、そこで、うん、田野さん、田野上応援リーダーが、うん、あの講演しながらすると。解説するんですか。解説する。あれサッカー知らないじゃん。めっちゃサッカー選手だったよ。サッカー選手だったけどサッカー知らないから、ね、解説をしてくれるそうなので、ああ感謝って言ってるだけじゃない。YouTuber だから、 YouTuber だから、パブリックビューイング、私もの MC で参加するので。あ、そうなんですか。はい、ちょっと頑張って盛り上げたいと思います。いやね、もうそっちでも盛り上げてもらわないと。任してくださいよ。お願いします。はい、でもね、本当水本選手がこうして頑張ってくれてるのが、私たち本当サポーターは本当に嬉しいので、はい、活躍これからも期待してます。はい、頑張ります。はい、じゃあラジオ聞きの皆さんに、サポーターの皆さんにメッセージをいただけますか。まだ昇格目指して、選手も、サポーターの皆さんも、一緒に戦っていかなければ、あの J2 昇格っていうのは多分本当に叶わないことだと思いますし、やっぱり去年、J2 から J3 に落ちて、その悔しさを、まあ、サポーターの人とか、まあ、僕たちもそうですけど、本当悔しい思いをしたので、やっぱり1年で上がって、本当最後は笑って、みんなで笑えるようにか、笑えるように、これから残り少ない試合を一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。はい、本当最後はね、去年のあの悔しさちょっと今思い出しましたけど、うん、笑ってね終わりたいですね。そうですね、やっぱ、まあ、あれはね本当、うん、もう1年で忘れたいですよね。本当に本当に、うん、そういう1年の終わりにしたいです。はい、辛い時もいい時も頑張りましょう。なんか重みがあるな、レジェンド。重みがある。なんかこの間ね、そう、あのまた話があれだけど、ガッツポーズして、その決めた後走っていく水本選手が、うん、あまりにかっこよすぎて、うん、何なのって思った。何なの。いや俺もう分からんけど、うん、なんかあっち走っていくよかったっすね、うん、本当によかった。またここからですよ。またここからよ。ですよ。さあ、じゃあ最後にリクエスト曲をいただきたいと思いますが、うん、僕はなんでこのにしたんですか。やっぱ男は戦ってなんぼだ。ほう、まあ、男といえばという人を選び。なるほどね。シンボル的な感じですもんね。そうっすよ、もう、ね、鹿児島といえばこの人、この人だし、うん、あれだしみたいな。あれって何ですか。いやいやいや、まあまあまあ。この人以外はもう語れんぐらい。田野さんも好きなあの人ですね。そう、はいはい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、じゃあ長渕剛さんで桜島。前節素晴らしいゴールを決めました水本勝成選手でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。